おはようございます、黒みつばです。ということで今回はですね、こちら、はい、窓マジコラボの、まあ、最後のイベントかなになります。追憶の書庫で願いの力が使えるというイベントがただいま来ております。で、今回はこちらを使ってイザナミ運極何分でできるかをやっていこうかなと思います。まあ、以前もやったんですけど、まあ、その時からねちょろっと内容変わってますので、まあ、今回もね、やっていこうかなと思います。で、今回使用するものがこちら。はい、ということで本日ご紹介するレシピはこちら、イザナミの運極魔法の力を添えてとなります。必要になってくる器具がこちらですね。アンフェア3体、アンチテーゼ1体、まあ、こちらを使って、道中は4手で抜けていきまして、ボス戦ですね、最後5手目でアンチテーゼをぶっ放すと、ぶっ放してイザナミをぶっ殺すという形になっております。で、続きまして材料ですね、選べるベル1つとなっております。こちらを使うことによって、追憶の書庫のドロップですね、こちらのドロップ率が2倍に上がります。で、さらにですね、フエールビスケット、今回は2枚使用いたします。はい、こちらを使うことによってリザルト画面での、まあ、報酬ですね、こちらが2倍になりますよというものになっております。で、最後ですね、願いの力を少々となっております。こちらはですね、ホムラ以外かな、ホムラ以外は必要になってくると思いますので、まあ、ぜひねソウルジェムの方開放をお願いいたします。ということで、イザナミ運極 RTA スタートです。さあ、 RTA の様子見ていきましょう。今回はですね、この進化のラック1のイザナミ、こちらにどんどんラックが足されていくような形になってます。はい、なのでまあ98体で運極演出が来るかな。まあでも一応ね、99体まで集めようかなと思います。で、今回使っていく編成がアンチテーゼ1のアンフェア3ですね。なんですけど、普段だったらね、アンチテーゼ、バフとか何もない状態ではワンパンできないんですけど、今はね、あの願いの力のおかげで、弱点倍率が 50% アップ、 1.5 倍されるっていうのと、あとは、攻撃力 1.5 倍っていうので、まあ、あの紋章とか何もなしでね、ワンパンすることができる状態になってます。なので、あのめちゃくちゃね、めちゃくちゃ回りやすかったですね。で、しかもあのアンフェアもね、一応ブースト SS 持ってるんですけど、これもなしで、ワンパンできますね。はい、なので、まあ、とにかく、2、3、4手で一手抜けしていって、で、5手目でアンチテーゼを解き放つという感じですね。さあ、まあ、ここまでねかなり順調に進んでおりますがまあまあ、あの本当にね火力高いんだよね。もちろんそのアンフェアの友情コンボの威力とかも 50% 上がってくれてるし、まあ、中ボスに対してはね弱点倍率上がったりとかしてるので、まあ雑魚とかこういうね、雑魚しか出てこないステージとかは、長弾触れるだけであの1テル抜けていくことができます。まあなのでね、まあ、全然ベルとか使うのを惜しまずに、今の期間はあの書庫の運極、今まで作ってなかったそれこそ爆絶だったりとか、超究極だったりとか激究極のね、ちょっと周回めんどくさいなっていう感じのあの運極作りはもう本当に今の期間やった方がいいね。うん、まあ、イザナミに関してもね、もしかしたら10周年でね重心化とかも全然ありえると思うし、ユーザー的にはかなり待たれてる部分だと思うからね、そういうところも考えると、あの今のうちに作っておくのは全然ありかもしれない。はい、ということで、まあ、リザルト画面もね、マミさんのソブルジェムと、ビスケットのおかげでかける4とで、さらにベルのおかげでね、ドロップ率も2倍上がってるっていう状態なので、まあ相当落ちますね。まあ、今1周で50なんて落ちたからね。だからこのペースでいくと2周で終わるっていうねまあ相当ね、今なんだったっけ、あれ名前忘れちゃった、右下のやつが横着してね、いっぱいドロップしてくれたんでよかったけど、 V メーターあれが相当落としてくれたね。何周溜まったんだろう。やっぱね、かける4されてるから、その分亀もねめちゃくちゃ落ちてるんで、もうガーってね一気に V メーターは溜まるね。はい、ってな感じですよ。もうこれを繰り返していくだけ超楽な周回、こんな楽な周回なかなかないよ。もうほんとミスりようがないからね。もうアンフェアがね、重力バリア2個引っかかっちゃって止まったとかぐらいじゃないかな。うん、他に邪魔する要素何もないからマジで野間食えただただ野間食え。うん、
まあそうだね。まあでも次回とかね、まあこのね、願いの力かサイドエフェクトかどっちが来るかはわからないけど、まあ似たようなやつが来た時はね、今度のアップデートから豪絶も追加されるので、はい、それもそれで楽しみだよね。願いの力で周回する豪絶とかやってみてえな。ほんとラウドラだけはちょっとめんどくさそうだけど、他は相当楽になると思うよ。それこそシュリンガーラとかは、あれバトル 6? ボス出てくるの6でいけるんじゃないかな、全然レムとかで。さあここで55ドロすれば終わるけど、いや終わんねえかな、微妙。いやさすがにいってないと思う。何ドロ、あーダメだね、ダメだあと運極まで2足らんかった。だから最初のね自動合成元の1を除くと3かな、足りませんでしたね。はい、もうちょっと惜しかったね。まああと1個どこかでドロップしてれば終わってたもったいな。もうあれだったら本当にね乗り越えられないぐらいの記録になってたけどね。確か V メーター発動でも72ドロだから2ターンはかかるんだよね、2周はかかるから。そう考えるとね今のはかなり惜しかったですね。まあ、最高効率でやってても、まあ、どうしてもねドロップのところは運に左右されちゃうね。はい、ということで、まあ、ラストで1周ですね、まあ、ここはやっていきましょう。はい、まあ、ビスケットもね使ってないんでまあまあいいでしょうさあということで、まあ、本当にこれでね、はい、まあ、長打をいつも通り出していくと。はい、でもあれだね、ショコポイントゼロ期間もね今かぶってるから、それこそ無限に運極作りはできる状態だよね。うん、まあ、スタミナさえあればだけど。で、あとね、一つ小技っていうか、ちょっとテクニックというか、まあ、あんまやる人いないと思うんですけど、もし仮にショコポイント切れちゃって、まあ、どうしても全属性運極作りたいよ、みたいな。そういう場合はですね、エラベルベルの、ショコポイントゼロっていう効果が一応あるはあるんですよ。はい。で、まあ、そちら鳴らしてもらうと、1時間の間、どのクエストでもショコポイントゼロで周回することができます。で、さらにね、そこに加えて、同じユーザーが2つね、ベルの効果をつけることは無理なんだけど、あれ、ドロップ率2倍もやりたいなと思った時は、ゲスト側だね。ゲスト側でもドロップ率2倍のベルを鳴らすと、ちゃんとね、効果重複して、ショコポイント0で2倍のね、周回できますので、ぜひぜひね、まあ、そちらもやっていただければなと思います。ということで、記録の方が出ました。5分26秒っていう。はい、ということで、もう爆速ですね。爆速運極ぶちかませましたね。はい。はい、ということで、いかがだったでしょうか。今回はですね、現代の、爆速運極作り、イザナミ編ということで紹介させていただきました。次はね、爆絶やりたいですね。はい、この期間中に、爆絶、まあ、どこ攻めようかな。まあ、多分、二雷家内が一番早いと思うので、二雷家内やっていこうかなと思います。近日あげますのでね、まあ、そちらも気になる方はチャンネル登録とグッドボタンのほどぜひぜひよろしくお願いします。次回の動画でまたお会いしましょう。またね、バイバイ、黒みつばでした。